速報、アメリカでバルサ集結、衝撃のニュースに世界も騒然、イニエスタがマイアミへ。スペイン紙マルカが報じた内容によると、インテルマイアミがイニエスタに関心を寄せているとのこと。インテルマイアミはすでにリオネルメッシとセルヒオブスケツの加入を正式に発表しており、さらにはジョルディアルバの加入も噂されている。マイアミの首脳陣は元バルセロナのスター選手を集結させ、リーグ制覇を達成しつつも MLS 全体の人気と価値を上昇させたいと考えている模様。元イングランド代表のデイビッド・ベッカム氏もその経営に参画している中で、先日の日本来日はその理由も兼ねていたのかもしれない。またイニエスタにはサウジアラビアからもオファーが届いており、今後数日以内に決定するだろうとのこと。激アツやろ、みんなおじさんやけど、普通に MLS なら優勝確定やな。アルバもいて、なんなら監督でシャビも行こう。ほうじゃん、どうですかね、ベッカムさん。イニエスタは日本にいてくれたのむ。みんなサウジからオファー来るんだな、俺には来なかったけど。MLS マジで見に行きたいってなるよ、このメンバーなら。プズルはラモスの噂もあったけど、クラシコなるやん。サウジの爆買いなければ間違いなく大注目だったのに、なんか悔しいな。